バレーボール2009、1 0トプレミアリーグは2009年11月28日から2010年4月11日にかけて行われた V プレミアリーグの大会である。4回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームがセミファイナルラウンドに進出し、上位2チームが優勝決定戦を行う。今大会から女子参加チーム数が8となった。 これに伴い、女子大会は3レックから男子同様4レックに変更された。12月5日、12月6日、12月12日、12月13日、12月26日、12月27日、1月9日、1レックの結果1月10日、1月16日、1月17日、1月23日、1月24日、1月30日、1月31日。 2レックの結果2月6日2月7日2月13日2月14日2月20日2月21日2月27日3レックの結果2月28日3月6日3月7日3月13日3月14日3月20日3月21日4レックの結果4月2日4月3日4月4日4月三日四月4日この結果 大分みよしと FC 東京が次期プレミアリーグの残留を決めた。11月28日、11月29日、12月5日、12月6日、12月12日、12月13日、1月9日、1レックの結果1月10日、1月16日、1月17日、1月23日、1月24日、1月30日、1月31日。 2レックの結果2月6日2月7日2月13日2月14日2月20日2月21日2月27日3レックの結果2月28日3月6日3月7日3月13日3月14日 JT マーベラスの開幕連勝記録が25でストップしたが V リーグ女子では歴代2位の記録連勝記録は NEC レッドロケッツの31連勝 急に本リーグ時代を含めると、日立ベルフィーユの88連勝が最高記録。3月20日、3月21日4レックの結果、4月2日、4月3日、4月4日、4月3日、4月4日この結果、トヨタ車体とパイオニアが次期プレミアリーグの残留を決めた。ありがとうございます。